毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回は100均で作るトップウォーターシリーズ丸9番のジョイントタイプジグワグに挑戦してみたいと思います。それではヒロボー作ります。今回使うのは工作材料の B の9番6ミリ厚の板を使います。マテリアルは切になってます。こういう感じで6ミリ厚を4枚合わせて使います。そして端の1枚を 0.5 ミリカットして 5.5+6+6+5.5 のトータル23ミリで使いたいと思います。今回もお手本にするのはオールドヘドンのウッド製のジグワグです。トレブルフックが3つ付いたタイプと2つ付いているタイプがあるんですけども、2つタイプをお手本にしたいと思います。かっこいいですね。まずはこれらの商品を使って設計図を描いていきます。オールドヘドンウッド製のジグワグをお手本にシルエットを描きました。ジョイントタイプです。クリアホルダーでマーキングシートを作りました。マーキングもできたので丸1番横から見たところを削ります。これらの商品を使います。いらない木を下に引いて革の手袋をしてノコギリカッターでカットしていきます。次にカッター台で削っていきます。カットできました。少し押し切っているので切り口は汚いです。木工用サンドペーパーの80番で整えていきます。そして口の周りは木に貼って削っていきます。こういう感じでカットできました。端になる部分だけ 0.5 ミリ削りたいと思います。 5.5 ミリに合わせて動かないようにマスキングテープで固定します。サンドペーパーの80番を引いて削っていきます。強力両面テープフィルム製を貼って一つにしていきます。まだガタガタなので整えていきます。こういう感じで横から見たところが削れました。反対側もジョイント部分のマーキングができました。ジョイント部分をノコギリカッターで少し印を入れておきたいと思います。丸2番上から見たところをこういう感じで削りたいと思います。まずはカッター台で削っていきます。次に80番で整えていきます。
こういう感じで上から見たところが削れました。丸三番、前から見たところを削ります。カッター台で角を落として八角形にします。だいたい八角形に削れたので、またサンドペーパーの80番で整えていきます。ジョイント切り離し前の粗削りが終わりました。横から見たところ、前から見たところ、後ろから見たところ、上から見たところ、下から見たところです。それではジョイント部分を革の手袋をしてからノコギリカッターで切り離します。こういう感じで切り離せれました。向きがわからなくなる前に矢印を入れておきます。それではこういう感じになるように削っていきます。こういう感じでジョイント部分が削れました。次にど真ん中ら辺に線を引きます。ノコギリカッターで軽く印を入れてみます。次に両面テープを外してバラバラにします。バラバラになったので、またそれぞれ溝を彫刻刀で加工していきます。割れてしまったときは瞬間接着剤のゼリータイプでくっつけます。ジョイント部分ができました。こういう感じとこういう感じで合わせてみると、よいしょ、こういう感じです。そしてこちら側も合わせてみるとこういう感じです。
それでは今回はここまでにしたいと思います。次回は中身を作ってみたいと思います。ご視聴おきに。